たけしです。 YouTube 始めます。水内何をやるんだと思う方いるかもしれませんけども、まあ、やっぱりこの20年培ってきた、まあ、人脈も使ったりいろんなものを使って、皆さんにアピールしていきたいなと思います。僕一応サッカー選手だったんで子供たちにサッカーなんかも教えたいなと思っています。やっぱりねよく聞くのが初めてボールを触らせる、どうやったら子供にサッカーを好きになってもらえるのかっていう悩むお父さんお母さんたくさんいます。 できれば1人でできる、ないしは2人でできるような練習方法っていうのも、やっていきたいなと思っています。でメイン企画としてはやっぱりね、今までいろんな人と出会ってきました、まあ、サッカー関係者、OB、選手、現役選手ですね、あとはサッカーの好きな人、サッカーどうでもいい人、もう誰でもいいや、もうゲスト呼んじゃいます、ね、そんなゲストを呼んで根掘り葉掘り聞いていきたいなと、まあ、タイトル水内剛のオフサイドギリギリですから、オフサイドにかからない程度の話をです、ね、聞いていきたいなと思っております。では水内剛のオフサイドギリギリ今日からスタートです。最近シュート打ってないけどシュート打ってみよう。ど真ん中じゃねえか。あとですね、まあ、YouTube ですから当然皆さんとつながっております。なので皆さんからこんな企画がやりたい、やってほしいなとか、あとこんなの教えてほしいなってあればもう何でも言ってください。知らないこと以外、できないこと以外はやります。できないことはできません。知らないことは答えられません。ですけども皆さんどんどんこちらに話しかけてください。ぜひ皆さんチャンネル登録してください。お願いします。引退して20年経ってますけどシュートの精度は変わっていませんよ。シュートだろ。